どうもこんにちは。今回はこんな形の送風機を作ってみました。これはシロッコファンというもので、空気の逆流が少なくて効率よく送風できるという装置です。中はこのようになっています。シロッコファンの大きさは直径が 150mm、 厚みが 90mm となっています。材料は MDF でレーザーカッターで切って作りました。こんな感じで作ったのですが、実際に回してみるとかなり変身しているのと歪みが出ているのがわかります。しかしこの作り方だとこれぐらいが限界で、今後何か別の作り方を考えたいと思います。モーターとファンの接続は 3D プリンターでジョイントを作って取り付けています。実はこのジョイントにも歪みがあって、今後これも作り直す必要がありそうです。モーターは今回 RS550SH というものを使いました。これは大阪のデジットというお店で購入したものです。中の仕切りはこのような厚紙を切って貼り付けています。厚紙を切って丸みをつけて貼り付けるだけなんですが、これが意外と難しい作業で結構時間がかかりました。出来上がったものをこのように外枠の中に入れます。続いて電源ですが、電源はパソコン用の ATX 電源を使いました。古いパソコンを捨てるときに電源だけ取っておいたものです。 12V だけ取り出せるように改造しています。そしてこちらの回路は回転数を制御するコントローラーです。次に排気口ですが、排気口には直径 100mm のアルミのダクトが取り付けられるようになっています。このダクトのジョイントも 3D プリンターで作りました。積層の弱さがあるのでネジを貫通させて補強しています。こんな感じですね。それではちょっと回してみます。はじめはゆっくりで、風力計なんかがあればいいのですが、そんなものはないので代わりにティッシュのはためきを見てみます。徐々に回転を上げていくと、こんな感じで
回転を上げると本体が動いてしまうほどの振動が出てしまいました。まあ回転をそこまで上げなくてもそれなりに送風能力はあるので、とりあえずはこれで使ってみようと思っています。